おにぎりブームのパイオニア、愛されてるってものは皆さん協力してくれる、本当すごいですね、めちゃくちゃてんこ盛りですね、具材が、そこの上にも乗るんだ、具材が、はい、どうぞ、うわーすげー、うわ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 、もう持った瞬間ふわふわなのが分かる、お、おにぎり最高っすね、やっぱ花はチャンネル、はい、どうも花でございます、今日はですねずっと行きたかったお店でございますけれども、大行列のお店こちらです、おにぎりボンゴさん、おにぎりブームのパイオニア、もう火付け役、いやもう大人気のお店でございますけれども、ついにという感じでございますね、もう今一番空いてるであろう時間に来ましたけれども、もう大行列でございます、でちゃんとがっつり並んで、行きたいと思います、すごいよ、じゃあここで並んでいきましょう、はい、ちょっくりと並んでますけど、はい、来たことある？いや、ないです、ないです、ないよね、はい、知ってたでしょ、知ってますね、なんか映えるというか、いやもう超有名だもんね、はい、すごい行列だよ、はい、だって一番やばい時は4時間ぐらい並ぶって言ってたね、え、ね、今の状態でどんぐらい並ぶんでしょうね、これおいよ、おしょうで、はい、ボンゴ食べた、はい、どっから来たの、大阪から来ました、大阪からボンゴ食べに来たの、明日ディズニー行くから、あ、そうなんだ、で、その並んだ、はい、どっから並んだ、こっちから、え、こう、ずーっとこっから、こっちも行ったの、何時間だったの、1時間半ぐらい、あ、そうか、並んだね、写真撮ろうか、え、あー、ありがとうございます、花輪チャンネル見てね、はい、あ、じゃあお母さん、すいません、美味しかったですか、美味しかったです、初めてですか、初めてです、何食べたんですか、卵黄の分とマグロと鮭です、ありがとうございます、すいません、じゃあね、すごいね、1時間半だったらまだ早いぐらいだって聞いたもんな、いや楽しみだ、何個ぐらい食べるもんなんだろう、なんか3つセットみたいなのが、あ、海外の人も多いね、そうですね、やっぱさっきの方も大阪から、うん、ねえ来てたりとか、おかみさんがね、はい、名物おかみですね、あ、そうなんですね、あの、おこん由美子さんから、へえ、いろいろでも今出てるよね、ここの多分枝分かれの店が、はい、あ、本語的な名前で、うん、結構ありますね、はいはい、あ、ちょっと前に進みましたね、はい、なんか大塚って路面電車走ってんだな、なんか東京感が、ね、あんまないね、地方来た感じ、はい、そうですね、1時間ぐらいかね、はい、だから結構ね、おにぎりってすぐパッと食べるようなイメージだけど、ボンゴのね、はい、おにぎりはね、はい、こんな大きいのね、多分、あ、そうですか、それ3つもいけるんですかね、いや、いけるよ俺は絶対いける、あ、そうですか、ちょっと進みましたね、ちょっと空が夕方な感じになってきましたね、やばい、めっちゃ腹減ってきた座るとこまで進みました、はい、そしてこれメニューが渡されて、こっから選ぶという、ベスト10、鮭、すじこ、卵黄、生卵、いろいろあります、こっちトッピングメニューもあるんだ、トッピングのがいろいろ味わえそうですね、うん、こっちまた違うメニューで、うん、一品料理とかもあるんだね、具の倍盛りとかもあるんだよ、ご飯大きめ、うわ、50円、こっちは、あ、ボンゴの楽しみ方、はい、全57種類から組み合わせ無限大のトッピングだって、何でもいいんだこれ、トッピングして、好きな具材を選んで自分だけのおにぎりにつけましょう、はい、おにぎり味噌汁もあるって、これ味噌汁は絶対つけたいです ね、はい、おにぎり2個以上の方味噌汁100円割引だって、何度もおかわり自由、どうすっかな、悩むな、でもやっぱこれどんどんどんじゃない、そうですね、うん、はい、明太子高菜はちょっと九州としては、うん、あ、いいなんじゃないですか、そうだね、10個いくか、10個、さすがに10個は無理だね、はい、3個はでもね、はい、3個はいけそうです、いけると思うんだよな、ちょっと1回動画で見てみますか、はいはい、
予習しましょう。あ、ほらこんくらい。わ、でかでかいね。これもう2個で十分いっぱいではありますよね、うんうん、3個はなかなか厳しい戦いになって。いや、いけるいける、いけます。3個いけるね。すみました、すみました。リアルだな。11時までやってんだ。こんな遅くやってんだね。11時半から夜の11時までぶっ通してから。この辺何なんだろう、これ。ペペロンチーノだって。誘導員に聞いてみましょう、誘導員の彼に。そうですね。こんにちは。こんにちは。これ皆さんどのぐらいの数を食べるんですか。大体男性で3個、女性で2個ぐらいです。あ、じゃあ僕もう一個言っときましょうか。言っときましょう、言っときましょう。ペペロンチーノの辻子鮭、卵黄肉そぼろ、明太子高菜、明太子高菜、ホッキサラダ焼きたらこ、ホッキサラダ焼きたらこ、うん、大盛りっていうと大盛り頼むつもりないんですけど、はい、結構デカめなの。ご飯の増量で大体 50g くらい増えます、うんうん、あ、で結構増えます。あ、それとお味噌汁、お味噌汁、豆腐かなめこがあります。なめこで僕が1辻子さけ、牛すじカレー。牛すじカレー。牛すじはネギ入れても大丈夫ですか。はい、はい、ペペロンチーノ、ペペロンチーノ、はい、新メニューなんですよね。はい、なんかペペロンチーノ風の味付けとか、パスタは入ってないですけど、そのなんかソーセージとか。あ、そうなんだ。豆腐の味噌汁、豆腐の味噌汁で、はい、はい、ありがとうございます、はい。いやー、楽しみですね。マジで、はい、千人に行きたくなるね。え、お茶くれ、はい、どうぞ。優しい、ありがとうございます。ありがとうございます、すみません。お茶様です。すごい。待ってる人にお茶をくれるなんていうね。染みますね。もう、おかみさんがね、はい、優しさですね。はい。うん、花輪チャンネル。あ、うごさん、すみません。今日はありがとうございます。とんでもないです。いいえ。もう、ずっと来たくて。はい、大ファンですね。ねえ、いや本当ですか。いや本当です、本当ですよ。おにぎりのファンなんでしょ。いやいや違いますよ、ウコンさんの、ユミコさんの、ユミコさんのファンですよ。どこがですか。本当ですよ。どこがですか、この場所。本当にいらっしゃるんだなとびっくりしました。あ、いますよ、仕事してますよ、ま、毎日毎日いますよ、まあ、すごいですね。いないと思ってるんですか。いや、もう忙しいから。だって今もういろいろテレビとか。いやいや、仕事は忙しいですよ。はい、はい、おかげさまで。ありがとうございます。ついに来れて嬉しいです。何時間待ってますか。3時半からで、ね、でもまだ1時間20分ぐらいです。あ、そうですか。今日はそう、明日も祝日になるともうちょっと、ね、もっとね、時間帯もあれですよね。そうですね。いやー、すごいですね。ご苦労様です、本当に。もう、いや、もう待っていただける、待ってるお客さんの方がご苦労様です。おにぎり大好きなの。そうなんですか、はい、最高24個なので、どうぞ、挑戦してください。あ、24個、女性で14個。1個大きいですもんね。あの、お茶碗1杯で。あ、それはすごい。24杯食べたってことですか。そう、ここにおかずがする。それに具材でしょ。で、お茶も飲むし、一体お腹どうなってるのかなと思いますけどね。すごいね、すごいですね。それでも4つ行こうかなと。あ、4つ、もう決めてきました。はい、決めました。あ、ちなみにどういうのですか。ランキング鮭すじことか、卵黄肉そばとか。あ、そうそうそう。あ、そうですね、はいはい。あと九州なんで明太子高菜。ああ、明太高菜ね、はい、はいはいはい。それで気になったのが、うん、ホッキーサラダ。ホッキーサラダ焼きたらか、はいはいはい。 あとペペロンチーノ。ちょっとペペロンチーノはね、そうなんですよ、迷って迷って1年半ぐらいかかったんですよね。味がすごい好きで、ペペロンチーノの、はい、どうやって入れようか考える。味付けは決まったんだけど、具材、きのこは水が出る、水と油がダメなんですよ。何を使うか、この辺の人みんな巻き込んでやっとできました。もうね、愛されてるって今後は皆さん協力してくれるんですよ。本当すごいですね、はい、いろいろ僕昔から YouTube でおこみさんのこと見てるんですけど、昔からって、私まだ若いですよ。いや、そうですけど、あれご主人がもともとあれですよ、ボンゴを演奏してた、はい、ドラマーだったんですね。ただ主人はやっぱりそのボンゴというおにぎりに名前をつけた時に、うん、遠くに音がこう響くように。今ではね、アフリカではね、そのボンゴって
名前がよくわからないらしいんですけど、外語大の先生が、あのアフリカ文学の先生が言うには、ボンゴってスワヒリ語でチーって意味なんです。言葉の代わりにこうほら伝える。この店は私が始めた店じゃないし、いいかなとも思うんですけどね。やっぱり主人のそういう思いをだんだん年を取って理解ができると、やっぱり続けなくちゃいけないから、で逆になんかプレッシャーになってるんですけどね、今ね、絶やしちゃいけないかなって。いや、すごいですよね、今もう。いや、ボンゴからおにぎりブーム、ね、世界中に巻き起こった感じしますよね。私はもう毎日をやらなきゃならないことが山積みを、毎日毎日47年やってきただけで、こんなに偉いって言われるの、すごいって言われるの、もう面食らってるのも私なんですよ、ね、すごいです、うん、そっか、もう47年ですか。そうなんですよ、若いですね。もう若くないです、もう47年ももう大変ですよ、あちこちは。綺麗です、綺麗。本当さすがですね。いやいや、さすがですね。いやいや、近いんだよ、だからやめろ。いやー、もうありがとうございます。今日とんでもないです、本当にお待たせして。ごめんなさいね、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、嬉しいな、来てくれると思わなかった。嬉しい。話聞けるなんて。いやー、すごい。すごい。貴重じゃないですかね。綺麗だよね、マジで。はい。いやー、ちょっと、より一層楽しみになってきましたね。はい。花はチャンネル。先頭まで来ました。はい。ここから並んでくださいっていうね。はい。先頭まで来ましたよ。ここまで来るのに、でも1時間20分ぐらいだね。で、あと10分ぐらい入る気するんで。1時間半ぐらいですかね。お待たせしました。あ、来た。あ、来ましたね。嬉しいね。いろんな食材が。ランチセットもあるんだね。夜セット。8つ行く人結構いますか？8つは、あんまりね。多い方ですね。多い方ですよね。はい。だいたい2個、3個ぐらいか。あ、やっぱそうか。はい。そっか。ご飯めっちゃうまそうだね。やっぱ炊き方もあるんだろうね。お米も美味しいのはもちろんだと思うけど。うわ、鮭すっげ。うわー、やっぱ。うまそう。うわ、最高。すげえ。めちゃくちゃてんこ盛りですね、具材が。あれがホッキサラダ、焼きたらこ、あ、これが、これがペペロンチーノだ。すごっ。なめこの豆腐です。あ、とか、あ、違う、サクサク。うわー、豆腐お願いします。すごい、すごそう。はい、そこの上にも乗るんだ、具材が。すげえ。はい、どうぞ。うわー、すげえ。うわ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 、これは、うわー、すごいな、これ。来ました、9時半に。嬉しいね。じゃあまずはこの一番人気の筋子鮭いきましょう。筋子鮭、あ、もう持った瞬間ふわふわなのが分かる。いただきます。うん、うまっ。めちゃくちゃうまい、ふわふわ。一番人気なの分かるわ。うん、うわー、ずっしりずっしり、なんかふわふわですね。でもそうでしょ。はい、いただきます。どうです。うん、うん、うん、うまい。どうぞ、どうぞ。ペペロンチーノ臭があるとか。うん、もう本当。ペペロンチーノ味。ペペロンチーノ。はい。へー。ありがとうございます。ピリ辛でウインナーとか入ってて。
ご飯が進む。大丈夫。美味しいです。これ枕にしよう。うま。これが、卵黄肉そぼろ。うま。そしてこれが明太子高菜。もうたっぷり。本当の具材がすごいよ。どうもありがとう。また帰り新幹線で帰れるね。わざわざ新幹線で神戸から。ボンゴ目当てに神戸から。神戸からでした。うわ、全国からやっぱ来ます。来ます。北海道から僕はおにぎりを食べるにだけ来ましたという青年もいました。4つ行きますか。行けると思う。行けちゃう。美味しいので、すごいですね、この具材の量が。ケチケチしない。ケチケチしない。うん、うん、最高っすね。やっぱ結構ボリュームはすごいですね。やっぱさすがに腹パンになってきたな。うん、具材がもう全部美味しいね。味付けが完璧ですね。ホッキ貝たらこ、こんな大きかったっけ。やーべー、お腹いっぱいになってきた。いっちゃいましょう。いただきます。めちゃくちゃ美味しい。ホッキ貝のコリコリ感、マヨネーズ最強。うめえな、これ。やっぱ4個はかなり、このこれでも結構すごいお腹いっぱいになる。これやっぱ4つ目、結構のボリュームですね。うちで2個食べたら大体コンビニで5個。コンビニの時に10個食ってる。そうそれはお腹いっぱいになるわ。めちゃくちゃうまいの、ほんと。めっちゃうまい。最高に美味しかった。やっぱり日本人はおにぎり好きだよね。いや、幸せだな。普通にお腹いっぱいの幸せだけじゃないよね、なんかね。温かい気持ちになりますね、やっぱおにぎりは。いやー、素晴らしい。おかみさんに参ったし、最高だったな。めちゃくちゃ並んでるんで、はい、そろそろ早めにおいとましますかね。ありがとうございました。すいません。ごちそうさまでした。緊急告知。花は CD デビュー20周年単独ライブ、佐賀県より愛を込めて開催決定。なんと今回は佐賀と東京の2カ所で開催いたします。佐賀公演は2024年1月21日日曜日、佐賀市文化会館中ホールにて、会場15時、開演16時となっております。そして東京公演は2024年1月26日金曜日、ゼップ新宿にて開催いたします。会場は17時半、開演は18時半となっております。入場料はこのようになっております。プレミアムシート、いろんな特典がありますので、ぜひともよろしくお願いいたします。ゼップ新宿はさらにスタンディングエリアもあります。ぜひとも皆様お越しいただければ嬉しいです。詳細は概要欄をご確認ください。来年の始まりは花輪ロックで最高の年に咲き誇っていきましょう。